ヒーロー。それは幼い頃からの憧れであり夢だったんだ。きっかけは古い童話。そこで一人のヒーローの姿を見て以来、僕には日々書き溜めているノートが。大丈夫、なぜって私が来た。僕も彼のようなヒーローになるために。でも諦めた方がいいね。デクって個性がないんだって。無個性って言うんだって。だってたとえそうだとしても、個性どころか無個性のてめえがなんで俺と同じ土俵に立てるんだ。みんながそう思っていたとしても、僕は諦められなかったんだ。なんで出た？何してんだ？待って！爆死だ！デトロイト！個性のない人間でもあなたみたいになれますか？君はヒーローになれ。君は大丈夫だと。合格だってさ。この先君の人生にはこんなにも素敵な運命を変える出来事があるんだと。来い緑谷少年、ここが君のヒーローアカデミアだ。いつまでも雑魚で出来損ないのデクじゃないぞ。僕は頑張れって感じのデクだ。正しき社会に奮発。大丈夫、もう俺 100% デトロイト。どうした、さっきより上へぞ。丈夫、100万%!